たちのサークルはみんなで伊豆の海岸近くのホテルへダンス合宿に出かけた。しかしホテルのダンスホールが予約ミスにより使用できないことが判明した。ごめん、ホールもね、取れてなかったんだ。練習場所がないんだよ。そして夕食恒例のカラオケ大宴会。同じ世代で社交ダンスやってる人なんて本当に一人もいないんだから。
して大輔も練習すれば絶対うまくなるよ。しずかちゃんありがとう。ソフトボール出してもらえない。誰か練習してる。あ、ほんとだ。どうだよ、どうだよ。あれ、おー。あ、CDC カップへ向けて猛練習を開始したのだった。